今回の動画は、新ニーサはこれだけ買えば OK って銘柄を教えてくれるんじゃないの？早く教えてよ！説明しよう。新ニーサで投資するのに、個人的なおすすめは王道中の王道。この2択で OK です。年率 0.2% 未満だと優良銘柄です。逆に年率 0.5% 以上だとぼったくり銘柄の可能性が高いので、インデックス投資は15年以上やろうってよく聞くよ。説明しよう。深夜世代の方は15年と考えずに、まずは最低は保有しようと考えましょう。ライオン兄さんの米国株ファイヤーが最強！ということで今回のテーマはこちら。新ニーサの結論。これだけ買えば OK。このテーマについて動画を撮っていきたいと思います。新ニーサで資産が減る。ということで2024年1月からいよいよ新ニーサがスタートします。積立投資枠の事前設定ですでに2000億円もの事前予約が入っているそうです。今回の動画では投資初心者のあなた、そして50代以降のシニア世代はどういった銘柄を選んでいくのが良いのか、新ニーサについて完全解説いたします。特に今回の動画の後半では50代以降のシニア世代が配当株を選ぶのか、それともインデックスファンドを選ぶのか、わかりやすく解説しています。ぜひ動画を最後までご視聴ください。動画を最後まで切らずにラッキーだったな、カカロット。冒頭にプレゼントのお知らせです。こちらをご覧ください。ライオン兄さんの3冊目の書籍、世界一完全に違うわ。世界一完全に違うわ。ライオン兄さんの3冊目の書籍、世界一堅実にファイヤーする米国株投資の書籍をこの動画を見た全員にプレゼントいたします。通常1650円の書籍がなんと今回限り0円。送料も無料でございます。ただし数に限りがございます。在庫がなくなり次第無料プレゼントは終了とさせていただきますので、なるべく早めにオーダーしてください。書籍のオーダー方法はこの動画の概要欄の一番上にリンクを貼っておきますので、そちらから必要事項を入力の上プレゼント書籍をゲットしてください。続きましてこちらをご覧ください。2023年12月17日放送のサンデージャポンに出演いたしました。生放送で新ニーサについて解説させていただきました。その中で新ニーサ完全攻略の書籍のご紹介もしていただきました。こちらの書籍は予約開始日に Amazon 総合1位、そして出版1ヶ月で累計4万部を突破しました。まだ新ニーサ完全攻略を読んでない方はぜひ全国の書店や Amazon で購入することができますのでチェックしてみてください。続きましてこちらをご覧ください。ここ最近 Facebook 広告や Instagram 広告でライオン兄さんの動画やランディングページを使ったフェイク広告が横行しております。こちらのフェイク広告に関する注意喚起を FFC のホームページでしておりますので、概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひそちらもご覧ください。それではいよいよ本題に入りたいと思います。新ニーサの結論、これだけ買えば OK ということですけども、新ニーサの基本は長期積立分散です。分散というのは個別株より投資信託を選びましょうということになってきます。もちろん成長投資枠を使って個別株に投資しても良いのですが、投資初心者のあなたは個別株を選ぶより投資信託を選ぶのが無難でしょう。下手に個別株を選んで絶望的な決算や悪いニュースが出ると終わったーになってしまうかもしれません。そういった意味では無理に成長投資枠で個別株に投資せずに投資信託だけを買っても良いのです。こちらをご覧ください。2024年1月から積立投資枠年間上限120万円、成長投資枠年間上限240万円ということで、こちらの2つの枠は併用可となります。成長投資枠は投資信託や個別株 ETF などにも投資できますが、あえて個別株に投資せず投資信託インデックスファンドを買っても良いということです。というのも新ニーサにはデメリットがあるからです。こちらをご覧ください。こちらは課税口座である特定口座と
新NISA口座を比較しております。新NISA口座のメリットは言うまでもなく、税金が非課税となります。一方、特定口座は配当金や売却益など利益に 20.315% の税金がかかります。ただし、新NISA口座にもデメリットはあります。それは損益通算ができないということです。特定口座の場合、3年まで損失を繰り越して損益通算することができます。はい、ということで、新NISA の最大のデメリットは損益通算ができない。つまり、新NISA とは損切り不要な資産を買い付けるのに適しているということになります。そういった意味で、あなたが投資上級者であれば個別株で配当株に投資するのもありですが、もしあなたが投資初心者なのであれば、無理して個別株を買わずにインデックスファンドだけを買っても良いのです。でもライオン兄さん、今回の動画は新NISA はこれだけ買えば OK って銘柄を教えてくれるんじゃないの？早く教えてよ。説明しよう。新NISA で投資するのに個人的なおすすめは、王道中の王道、 eMAXIS SLIM の全世界株式か米国株、この2択で OK です。はい、ということで、新NISA は王道中の王道ということで、個人的なおすすめでは eMAXIS SLIM の全世界株式か米国株、この2択で OK と考えていますが、それ以外の銘柄に投資していても OK です。あなたの積み立てしていく銘柄が優良銘柄なのか、それともぼったくり銘柄なのか、分かりやすくパソコンで解説しました。こちらをご覧ください。これ今ね、 SBI 証券の画面なんですけども、そうしますと、まずは純資産残高ですね、このファンドにどれぐらいお金が集まっているのかということです。はい、そうしますと、 eMAXIS SLIM の米国株式 SP500 は、2兆9000億円ですね、まあ、もう間もなく3兆円近いお金が集まっているということになります。で、一つの目安として、純資産残高は100億円以上集まっているファンドを選びましょうというのがポイントです。100億円未満だと、長期で運用しようと考えていても、まあ、あんまりこのお金に、ファンドにお金が集まってないので、強制償還というリスクがありますので、純資産残高は100億円以上集まっているファンドを選びましょう。で、続きまして、手数料ですね。このね、NISA に選ばれている、NISA の成長投資枠や積み立て投資枠に選ばれているような銘柄というのは、投資信託であれば売買手数料はかかりません。かかる手数料といえば、この信託報酬という保有コストのみです。そして、この信託報酬は 0.2% 未満のものを選べば優良銘柄だということです。まあ、この銘柄だと 0.1% 未満なので、かなり手数料が安いということが言えます。ちなみに 0.5% 以上の銘柄を選んでいる人は、それちょっとぼったくりの可能性がありますので、銘柄変更することをお勧めします。そしてですね、見ていくところは償還日ですね。償還日無期限、長期でね、運用をしたいということなので、無期限のものを選びましょう。そして投資している内容ですね、これはどこに投資しているのかっていうね、運用方針についてもしっかりとね、理解しておく必要があります。まあ、この場合ね、 SP500 なので、アメリカのね、大型クロージ企業500社に投資するということになってきます。そしてですね、あとは注目していくのは、この、月次資金流入額ということで、まあ、右肩上がりでね、この資金流入がある銘柄っていうのがね、おすすめとなっております。まあ、解約が多くてね、この資金が減っている銘柄っていうのはちょっとね、償還リスクとは高くなりますので、しっかりとね、資金流入が入っているっていうのもチェックのポイントとなっております。はい、以上です。はい、ということで、動画を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。これから新NISA をスタートしていくという方は、 SBI 証券か楽天証券、この2択で良いと思います。一方で、すでに銀行などで投資信託の積み立てをしている、 NISA をしている人はどう考えるのかということなんですけど、あなたの積み立てしている投資信託の信託報酬が年率 0.2% 未満だと優良銘柄です。逆に年率 0.5% 以上だとぼったくり銘柄の可能性が高いので、銘柄変更することをお勧めします。さて、50代以降のシニアの皆さん、お待たせしました。50代以降のシニア世代が新NISA にどう向き合って運用するのかということを解説していきたいと思います。動画を最後まで切らずにラッキーだったな、カカロット。50代以降のシニア世代の方がどのように考えているのかということなんですけども、これから資産を大きく成長させようということより、目先のインカムゲイン、配当金を
お小遣いのように受け取りたい、このように考えている方が多いのではないでしょうか。ただし冒頭にも説明したように、配当株投資は上級者向けの投資になります。もしあなたが投資初心者なのであれば、低コストのインデックスファンドを選択するのが最適解だと思います。インデックス投資は15年以上やろうってよく聞くよ。シニアにとって15年は長すぎるよ。説明しよう。シニア世代の方は15年と考えずに、まずは最低5年は保有しようと考えましょう。そもそもなぜインデックス投資は15年以上やりましょうと言われているのかと言いますと、こちらをご覧ください。こちらは1988年から2016年の円建ての S&P500 の保有年数別のリターンのばらつきです。そうしますと、保有年数が1年の場合プラス 60% からマイナス 48%、 保有年数が5年間の場合プラス 29% からマイナス 8.6%、 10年間になるとプラス 19% からマイナス 3.6%、 15年以上になるとマイナスリターンがなかった。この15年以上保有するとマイナスリターンがなかったという話が一人歩きしていって、インデックス投資は最低15年やらないといけないと、このように世間で広まるようになりました。ただしライオン兄さんの持論では、15年以上と考えずにまずは最低5年と考えましょうと言っています。その証拠にこちらをご覧ください。こちらは S&P500 の長期のチャートになります。そうしますと、例えば2008年のリーマンショックの時に最高値を掴んでいたとしても、5年保有すればプラスに転じています。2000年のドットコムバブルの時は最高値を掴むと回復するのに7年くらいかかっていますが、ですが2020年のコロナショックの時は半年で高値を回復しています。実際にライオン兄さんは積立NISAを3年間毎年40万円投資して、120万円の投資元本が160万円まで増えています。これはプラス 33% のリターンになります。もう一度こちらをご覧ください。はい、ということで保有年数が1年間の場合、プラス 60% からマイナス 48% と大きく上下に振れます。なので保有期間が短いと損で終わる可能性が高くなりますが、ですが5年のところを見ていただくと、プラス29% からマイナス 8.6%。 確かにマイナスリターンになる可能性もありますが、マイナスリターンになるときは投資信託を売却しない、そしてプラスリターンになったときに配当金のように投資信託を切り崩す、このような運用も可能です。はい、ということで先ほどのグラフの中で、5年保有したらプラス 30% ぐらいになることもありますよということだったんですけど、実際にライオン兄さんも3年間保有してプラス 33% です。ですがこれはマイナスリターンになる時もある。マイナスリターンの時は売らずに積み立てかホールド、そしてプラスリターンになった時に一部を売却して配当金のように受け取ることもできるんです。はい、ということでここまでをおさらいしたいと思います。新NISAのポイントは長期積み立て分散、特にこの分散とは個別株ではなくて投資信託がベターですよということになります。そして投資信託を購入したら最低5年は保有しましょう。投資信託を買った場合配当金が出ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、投資信託を切り崩すことによって配当金のように受け取る運用も可能です。ちなみに投資信託を切り崩して配当金のように受け取る方法はライオン兄さんの米国株無料オンラインセミナーで詳しく教えています。ご興味ある方は概要欄から参加してください。ライオン兄さんは S&P500 の運用の神ですよ。キラーン。米国株の絶好の投資チャンスはこちらをご覧ください。米国株の絶好の投資チャンスということは、これは日本株や全世界の株式も投資チャンスとなると考えられます。そのチャンスとは S&P500 の PR13 倍です。ライオン兄さんはこの S&P500 の PR を日々チェックしております。絶好のチャンスが来た時は公式 LINE とメルマガで速報を出したいと思います。チャンスを逃したくないという方は概要欄から LINE メルマガに登録しておいてください。はい、ということで今回もライオン兄さんのぶっちゃけ本音トークおまけコーナーやっていきたいと思います。ライオン兄さんがお金の勉強を始めるきっかけとなった人が2人います。1人は金持ち父さんのロバート清崎、そしてもう1人はユダヤ人大富豪の本田健さんです。その憧れである本田健さんの出版記念セミナーでライオン兄さんを紹介していただくことができました。こちらをご覧ください。皆さんもいろんなメディアで山口さん、ニックネームはライオン兄さんです。
お金の本ずっと抱えていて、これちょうど新刊ですよね。はい、はい、新ニーサの来年、1月からスタートする新ニーサの本になってます。はい、この投資の世界で有名な、いろんな、ね、番組やられてますが、改めまして皆さん拍手お願いします。ありがとうございます。僕もライオン兄さんの名前聞いてたんですけど、なんでライオン兄さんなんですか？ですね、そうですね、まあ、それを流すと話すと長くなるんですけど、この、今の YouTube がスタートする前に結構、まあ、さっきも、ね、本田先生に俺海外放浪してるんじゃないのみたいなことをおっしゃっていただいたんですけど、はい、本当に放浪してまして、サーフィンしたり海外旅行してて、もう髪の毛すごいロングで、先生と同じかもうちょっと長いぐらい長くて、で真っ黒でヒゲだったんで、ちょっと怪しいな、その人がなんか投資の、ね、YouTube やるっていうと怪しいかなと思って、あのライオンの被り物をあの被って始めました。その方がもっと怪しいけどねでもすごい人気になったんですよね。ありがとうございます。どれぐらいの人が見てるんですか？YouTube は20万人ぐらいですかね。はい、それで、これはちょっと出たばっかりなんですよね。あ、これはあの11月9日に、あ、予約開始日に Amazon で1位になりました。おで、今あの1ヶ月経って4万部を売るんです。これはあのテレビ生放送で初演出まして、はい、すごい。その時より今緊張してます、で今その本を何冊か持ってきてくださったんですか？はい、持ってきましたので、ぜひ、はい、でそれはプレゼントしてくださるんですか？あ、もうプレゼントしますので、はい、よろしく。ここにありますんで、後で先着ごめん、もう5冊あるんで15冊あります。はい、はい、プレゼントしますね。この後来てください。はい、ライオン兄さんありがとう。ありがとうございました。さあ、そして、はい、ということで見ていただきましたがいかがだったでしょうか。ライオン兄さんの YouTube チャンネルを運営したり、それから本を出版したりと大変なこともありましたが、本田健さんのような憧れの人に認めていただくことができて大変光栄に思っております。皆さんも自分の夢や目標を達成するために、そして周りの大切な人を幸せにするために、一緒にお金の勉強を頑張って、一緒に頑張ってファイヤーしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。